はい、ケイフンの散布終了しました。いつもですとね、この後オートカルチで敷き込むんですが、ここはね、一旦リセットするために敷き込まずにね、このまま草生えてきたらバーナーで焼いてっていう繰り返しで 2,3 回繰り返せばね、多分綺麗になると思うんで、そこから自然栽培に切り替えたいと思います。以上です。